もうツイッターを見ると、うん、もうみんなが綱引きをしていて、はい、赤かて白かてと、はいはい、思惑みんなが自分のところに、まあそうですよね、自分のところへの飲水ぶりがひどいんですよ、うん、というのは、うん、前に人生ノート人生脚本、はい、みたいな話をしたじゃないですか、うんうん、でその時は何の話だったかな、多分はい、中年の危機、うんうん、ミドルライフクライシスの時にそんな話をしたと記憶してるんですが、はい、まあ、私がそのミドルライフクライシスとかで、うんうん、その引くからですかね、 Google で、うん、はいはいはい、Google でそういうのでまあ、一応僕が知っている中年の危機はユングだろうと、はいはいはい、ユングが人間でどうしても生まれて得意なもので生きている、うんうん、得意自分が外交的なところで、はい、明るい僕でフィーリングで何かを感じてとか、はいはい、そういうのでそういうのが得意だって僕が思ってれば、うんうんうん、それでちっちゃい時はずっと生きていくんですよ、はい、得意なもので生きてきて、うん、大人になって、はい、まあ、それがちょうど35とかぐらいなのかな、うんうん、その30代40代50代ぐらいで、うん、何かその得意なところでは立ち行かなくなった時に、うん、その自分が苦手だって認識している、うん、その劣等機能もちゃんと使おうとする、うんうん、で人間はその欠けてるものもちゃんと取り入れて、うん、ちゃんとした丸になろうとする、はい、っていうのが、うん、中年の危機、うん、っていう認識でいて、うん、ポジティブに捉えてるんですけど、はい、Google とかでね、うん、ああ中年の危機ミドルライフクライシスねって、うん、じゃあ引いてみようって調べると、はい、中年期特有の心理的危機、うん、または中年が陥るうつ病や不安障害のことを言う、うん、で、うん、ちょっと変わるんですね、うん、要は中年ぐらいになると、うん、そういうことが起きるんですよ。起きた時の症状をそれで命名したんじゃないですか。ちょっと君黙ってもらっていいはい。ちょっと僕には僕の画伝飲水があるので、はい、そもそもとか、はい、それってって言われると、うん、邪魔なんですよ、はい、どうぞちょっと黙ってもらっていいですか。はいはい。で、あ、もう誤った解釈が、うんうん、まかり通ってるよ、うんうん、けしからんって思ってたわけなんですね、うん、そうしていたところ、うん、とうとう出ましたよ、はい、クォーターライフクライシス、うんうん、で知ってますか。まあ、なんとなく、あ、知らないですけど、はい、クォーターなんでなんとなく想像はできますって感じです、ね、なるほど、はい、決して、うん、滝沢カレンちゃんとか、はいはい、ああいうなんかあれ、あれとハーフでしたっけ、うん、違いますね。わかんないです。クォーターの子、うん、マギーちゃんでしたかな、うん、あの辺、クォーターの子が大変っていうわけじゃなくて、うん、はいはいはい、クォーターライフクライシス、うん、20代後半に感じる喪失感や不安の理由、うん、とうとうこのでっち上げが、はい、さらにまたそのでっち上げを、うん、もう少し若いところにも持っていきましょうよ、うん、分割した、やつらも不安ですって、うんうん、で不安なやつはお金落とすんですよって言って、うんうん、要は養分って言われるんですよ、はい、不安だって言ってるやつは、うんうん、でこれを読むとね、うん、あなたが20代半ばもしくは30代ぐらいなら、うん、その人生でも最悪の時期を過ごしているかもしれません、はい、あれおかしいなと、うん、20代って結構その、うんうん、仕事も始まって、うん、20代後半とかだとね、はいはい、要は仕事始めはちょっとつまんなかったけど、うん、面白みもだいぶ分かってきて、うんうん、でまあそういうつながりもでき、うん、あ、そろそろ結婚かなみたいな、はい、もう大きな頬を張ってね、うんうん、頬を上げろよーそろー、うん、ですよ、長渕剛ですよ、はい、よーそろー、あ、歌っちゃダメですね、はい、申し訳ございません。でただこれを見ると、うん、要はその喪失感や不安、うん、そのパニックを感じている人もいるでしょうと、うんうん、クォーターライフクライシスとは人生の4分の1が過ぎた時に訪れる幸福の低迷期のことですと、うん、いうのが挙げられていて、はい、その心理学者が語るクォーターライフクライシス、うん、グリーンウィッチ大学のオリバー・ロビンソン博士は、うん、この人生を5つの時期にフェーズに分けることができると言っていますと、はい、フェーズ1、仕事恋愛、うん、あるいはその両者において自分がした選択のせいで閉じ込められてしまったように感じる、うん、いわゆる自動操縦状態、はい、
まあ、この自動操縦っていうのは MBTI 的に言うと得意な僕ですね、はい、あ、はいはいはい、得意な僕、うん、でまあ エニアグラムで言うと囚われって言って、うんうんうん、各9タイプあるんですけど、うん、各それぞれが何か不安を握っていて、うん、その不安を解消するために自動的に動いている、うん、はい、これをエニアグラムではタイプと呼んでるんですけど、うん、もしくはあなたと思ってるもの、うん、はい、はい、でもまあこの今はライフハッカーっていうホームページをもとにちょっと参考にさせていただいておりますが、うん、要は自動操縦で閉じ込められてしまったように感じる、はい、でフェーズにここから抜け出さねば、うんうん、と思い始め、うん、思い切って飛び出せばなんとかなるのでは、うん、と思いが募っていき、うん、フェーズ3、仕事を辞めたり、うん、恋愛関係を終わらせたりして、うん、自分を閉じ込めていたと感じていたものと決別する、うんうんうん、であらゆるものから距離を置いて、うん、自分が誰だ、うん、何がしたいのか、うん、を見つけるために、うん、タイムアウト状態に入る、うん、でフェーズ4、ゆっくり、まあ着実に人生を再建し始める、うん、でフェーズ5で、自分の関心や目標に合致してっていうのが挙げられているんですけど、はい、要はなんかそのあたかもね、うん、君ら全員、はい、25から30代ぐらいの人は、はい、もう陥るんだと、うん、みんなこうやって感じるよと、うん、でこれをね、うん、この人は言うんですよ。本当は鬱が始まるのは、うん、40代後半から、うん、はい、ぐらいだが、うん、今を見るとだんだん20代中盤へと若年化している、うん、これはクォーターライフクライシスだ、うん、で追い打ちをかけるようで申し訳ないが、うん、このジレンマはあるタイプの人に特に顕著に現れると、はい、それは自分を発展させねばとか、うんうん、こうありたいっていう意欲のある人が特にそれに陥ると、うん、なんていうね、うんうん、のが言われていて、はい、けしからんと思いませんか。もう喋っていいですよ。けしからんとは思わないですけどね、まあ、それが本当かどうかもあるし、はい、まあ、心理学ってことはなんか統計があるんじゃないですか、その年代の人の相談が多いとかで、まあ、この人が言うのは、うん、まあ、難局を乗り越えるコツは、うん、本当の原因は周囲ではなく、うん、自分の中にあるのだと、うん、分かっとるわっていうことをね。はい、でまあこの脅威にされているさらされている時に、うん、EQ、EQ、EQ、はいはい、EQ とは感情をうまく管理し、うん、利用する能力、うん、心の知能指数だと。はい、でこれは遺伝など先天的な要素が少なく、うん、学習によって高めることができると。うん、嘘つけ。これある人は、うん、基本みんな遺伝だって言いますけど。まあ、わかんないですよ。わかんないですけどね。それこそあの親の影響とかもありそうじゃないですか。あ、今なんて言いました？親の影響。台本書いてないですか。そうなんですよ。はい、はい、よくぞおっしゃっていただきました。はい、